どうも、ハクション中西です。初めてこれを聞く方、もういらっしゃると思いますけど、お笑い芸人を大阪でやってましてですね、今回ですね、森山さん、私が、大好きな先輩なんですけども、先輩芸人森山さんがやってらっしゃる、芸人チロンという企画の中でですね、お笑い、あるいはその周辺について割と真面目に語るラジオ、芸人チロンというのをやってらっしゃいまして、その中の募集テーマ企画ということで男女コンビについて語るっていうのがありましてですね、ちょっとそれにご応募という形で私も男女コンビについて真面目に語ってみたいなと、思いまして、まあ皆さんのお耳を汚している次第でございます。まあ僕は男女コンビっていうのは組んだことがないので、まあ実体験ではなくですね、あくまでも外側から見た、分析、になります。あとまあやっぱお笑い芸人やってる自身ですんで、戦略的な観点からのみ今回はですね、男女コンビが戦略的に見てありかなしかということを、語っていきたいと思います。ズバリ結論から言うとありです。大ありです。っていうのは僕は売れる法則というのを完全に把握しておりましてですね、それは金玉の重心の位置なんですね。金玉の重心の位置が、センターマイク、舞台のセンターにドスンと乗っかってるようでは売れないんですね。安定してますから、その安定しているものを世間は見たくありませんので、ですんで男性2人のコンビだとどうしてもですね、金玉が、まあ、計4つあるわけですけども、まあシーソーの真ん中がセンターマイクの位置だと思っていただければ、金玉2つと2つがですね釣り合ってしまうんですね。まあだからなかなか売れるのが難しいということですね。で男女コンビっていうのは金玉が、男の2つが端に寄ってある状況で、女性は金玉ありませんので、これはねやっぱり偏りがありますんで、世間はアンバランスなものを求めてますんで売れやすいんですね。で女性2人コンビっていうとこれがまた難しいんですよ。金玉がないんで、まあ0と0が、まあ、シーソーの上に何も乗ってない状態ですよね。まあ、釣り合ってしまうんですよ。だからまあ売れるのは難しいと。おいおいと、そんなことないやないかと、男性コンビでも売れてる人いるやないかって、まあいろんな意見あると思うんですけど、男同士のコンビで売れてる場合ですね、やっぱり金玉の位置が重心が左右どっちかに触れてしまうように片方が動いてますね。はい、若くして売れたオリエンタルラジオさん、キングコングさんなど、分析すれば分かると思うんですけど、まあ、キングコングさんなんて梶原さんがすごく動く、激しく動く、まあ、そういうスタイルでやってましたんで、やっぱり動くとね重心の位置が変わってくるんで、まあ、そこでアンバランスな、感じでですね、まあ重心の位置が揺り動かされるというところでですね、やっぱり魅力を醸し出してたわけですし、オリエンタルラジオさん武勇伝武勇伝と、やってはりますんで、まあ動きますよね。やっぱり左右にも動いてたと思います。まあそういう形でですね、例えば爆笑問題さんっていうのは、田中さんの方がですね睾丸を一つ摘出してからですねめっきり面白くなりましたから、やっぱこう釣り合ってる状態では、なかなか深みが出ないというか、だから僕なんていうのはお笑い芸人をやってるわけなんですけども、まあ、金玉がですねセンターで、漫才漫談、コントなどしてしまいますので、どうしても重心に乗ってしまう、魅力がない売れないっていうわけで、私はもう40歳を迎えたんですけども、まあ、この金玉の法則っていうのが必ず当てはまりましてですね、そうですね、まあ、それがだからやっぱり相席スタートさんってやっぱり売れましたよ。やっぱ面白いですけども、その成功の陰にはですねやっぱり金玉の位置がですね重心に乗ってない、山添さんだけ金玉を持っているという状況がですね、センターに重心にですね金玉の位置が来ない、釣り合ってしまわないということで非常に魅力を醸し出していた。これはですねヒット曲における、カノン進行が売れやすいみたいなね、
ヒット曲にはカノンコードが多いと、いう法則、まあこれはもう一般にも知られ出してますけども、それと、共通した部分でしてね、まあ、ですんで男女コンビっていうのはやっぱり金玉の位置が、ずれやすいので、もう最初からずれた状態で始まるんでありなんですね。でまあお名前出すとあれですけど、パペットマペットさんってね、やっぱりまあ覆面かぶってらっしゃるから男性か女性かもわからないですけど、まあ多分男性でしょうね、あの声の感じで、うん、まあでもやっぱり真ん中に立って左右対称に、まあ牛くんと、カエルくんを持ってですねやってらっしゃる。あ、やっぱりね、面白い面白くないじゃないんですよね。金玉が重心にあるっていうのはやっぱり売れる法則からは遠い、遠回りしなければいけないっていうなってしまうんですね。まあ、これを聞いている方はですね、ずっと何言ってんねんと、ふざけんなと、あの森山さん本人もこいつなんやねんと、なめんなと思ってるかもしれません。あのね、私ね、先輩とのコラボ企画でふざけるだけで終わるわけではありません。これね、一見金玉の位置なめてんのか関係ないやろと、メタファーです。金玉はメタファーです。あのね、フィギュアスケートなんでみんなあんなに熱狂して見るか、でフィギュアスケートがなぜ美しいのかっていうことにも関わってるんですけど、世間は安定してるものを求めてるんじゃなくて、とても不安定な状態で高速で回転していることによって、とてもいびつなポーズをしている、不安定な格好をしているけどもこけない、転倒しない、釣り合っているという状況が美しさを醸し出してるんですね。それをあえて僕はですね、金玉という例えを、しましたけれども、これふざけてるだけのように見えてですね、理にかなってる理論なんですよね。うん、いわゆる離れ技といいますかですね、まあ、男女っていうのは価値観も違います、ね、男と女は違う生き物だと思えという言葉すらありますから、まあ、そういう意味でですね、まあ、たまたま金玉の位置に重心をなぞらえて語ってみましたけど、アンバランスなもの、いびつなものがでも成立しているということをさっきの例えからですね、まあなんとなく感じ取っていただければと思います。金玉の重心の位置は結果論ですけれども、まあ、これは割と真面目に語ってます。いびつであったり成立してなさそうで成立しているというこうアンバランスなものだけども、不思議とバランスが取れているというか、なんかそういうものに人は魅惑されるんではないかなと思うんですよ。例えばまあ男女コンビで言ったら、まあ変な話、いやらしい話ですけど、男女ですから、この二人やってんの？やってないの？やってなさそうでやっている、やっていそうでやっていない、仲悪そうで仲いい、仲良さそうで仲悪い、まあ、この辺が非常にベールに包まれながら、意見が二分される。いややってないやろ、いやなんかやってそうじゃないとか、下品な話ですけど、まあ、そういうところでなんかそれがわからない状態のまま成立してたりとか、なんかそういうのが色気というのがね、出しやすい。それは変な意味の色気ではなくて、なんかこうベールに包まれた色気というか、なんかそういうのが出しやすいものだと。だから人は安定してるものなんて見たくないけど、見るからに不安定なものも見たくないんじゃないかって思うんですよね。ボクシングのタイトルマッチ、すごく高度な試合ってあまりクリンチが実はなんていうのかな、少なくて、あんだけハイスピードで、すごいパワーで動き回ってるけどどこか美しいみたいな、4回戦ボーイの試合とかね、なんか深夜やってるやつとかね、なんかやっぱり見るとね、プロなりたての人ってこんなもっちゃもちゃなんやと、ぐちゃーってなるの、いや見たことあると思うんですよ。だからゲーも何もかもそうなんですけど、やっぱりこうそういう不安定なものを求めてる、でもどっかで安定してたり、安定してるようで安定してなかったりっていう、まあですからね、皆さん男女コンビ見るときは、金玉の位置が
重心に乗ってないから売れたんだとか、男性同士のコンビの時も、あ、ここで金玉の位置を遠くに離してバランスを左に偏らせて、ああ、金玉の位置は常に重心にはないぞ俺たちは、と見せつけているのだな、などということを思いながら見るとですね、あの、非常に面白いんじゃないかと思います。白書の中西でした。どうもありがとうございました。